わかんないだろ。あいかち。え、伊豆さん何してんの？え、ダサ。え、伊豆さんダサ。え、俺に妨害しようとしてるの、抱えてんの、ダサ。妨害しようとしてねえよ。普通に走っただけ。下手だっただけですか。普通に走って話入れてました。おもろ。伊豆さんだってなんかハーフパイプすんごい挙動してた。いや、入る角度ね、悪すぎて半足入れたらすんごいことになった。でもあそこの最後の半足めちゃくちゃ強くない？ガチで強いね。俺なんか伊豆さん半足の前になんかいなくなったけどな。いいなんで。どっかい膨らんじゃいました。あれペンちゃんは？あ、ペンちゃん。僕3位ですよ。僕3位ですよ。あ、ごめんなさい。おお。まあね、マリカ実況者なんでもちろん。まあ一応ね、今後やろうとしてることを話すと、みんなで TA 対決もしたいんですよ。そのビクゾーとギゾさんがよくやってたやつあるじゃないですか。1時間2時間くらい。ああ、はいはいはい。そうで、ニセペンギンってめちゃくちゃ TA 早いんですよ。はい、本当か。ベンちゃんの凄さを見せつけたくて俺は。そうですね。初っ端からハイダルになるの、もしかして。ハイダル以外はそんでない。みんながやってなさそうなコースにするけどね。はい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 。これウォーターパークとかになるのかな。ドスインスキーとか。ウォーターパーク。ペンちゃんはすごいんだぞっていうのを、ね。まあもちろんね、VS もすごいですけどね。おお、さすがです。さすが、自信満々。やばすぎ、危ない危ない。やばすぎ、ガチで。ガチで荒れすぎだろ。あ、いいの引いちゃったな。ビクチョンコーラってなことないですよ。あー、カコーラダメだよそれ。ビクチョンコーラ、カコーラもう次だよ。ビクチョンカコーラだ。おお、なんかあーおいやだ、めっちゃ痛いわ、痛いわ、痛いわ。悪かった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 。やってもう一人やって、一人やって、とりあえずおお、みんなはやって。おなぜみんな争うんや。ほら、マリカ実況者弱すぎるって。これ、トレイ9位な。おい、せめて上位取れお前てめえ。おい、これ。いやいや、違うんですよ。俺ら6、7、8、9、10やったのに。完成したんですね。いやー、ちょうどいいところにおってな。最悪。気持ちいいね、知り合いに赤さん投げるのは。でしょうね。でもそう思うとさ、なんか予定組んで同部屋実況するっていう文化も全くなくなったね。ないね、そういえば。確かに。俺やり始めた頃はなんか畑さんにお願いしてやったりしたけど、マリオカート実況して成り立てん頃は見ないもん最近そんな。偶然同部屋になるとかあるけど。ね、あとなんかみんなもうなんかずっと配信してるからっていうのもありそう。ああ、確かに。それはせやな。俺あれなんよな、そう、ビクちゃんとかギゾクさんとかボスナさんあたりどの時間帯に撮影してるかもわからんし、あの名前もわからんし、レートもそんなに分かってないから。そうやな、ビクギゾってサバアカやしね。もう下手したら同じ部屋になってるんかもしれんけど、わからんくて。なんか気づくことがない。まれにケイさんと同部屋になるんだよね。へえ、逆にない。一番たまたま同部屋になったことがあるの、多分ケイさんが一番多いと思う。じゃあそこの時間帯、時間帯が被ってそう。まあ俺とかトレイン君の収録時間はね、大体もうね、大体夕方やからね。そう、夕方やからね。結構じゃあみんなバラバラなんか撮影時間。ちなみに奥で走ってたら、パワーから DM 来て同部屋笑ってた。まあマジで報告してこうへん。いや、結構ね、結構連絡してくれ。ちゃんと連絡してくれるから嬉しい。